どうも、初めて、花尾です。どうも、初めて、ペガです。どうも、初めて、キミルンです。あーです。皆さん、イラスト屋ってよく使いますよね。お世話になっております。お世話になっております。この間、ネットサーフィンをしてた際に、このイラスト屋の画像をどこで使うんだよみたいな記事を見つけまして、今回はですね、そのどこで使うんっていう画像を皆さんにうまく活用してもらおうじゃないかと思っております。ということで、今回やっていく企画は、この画像どうやって使うの？一級イラスト屋選手権！イエーイ！ということで、私すでにね、何枚かのイラストの画像もう袋詰めにしてあります。簡単に内容を説明しますと、はい、人っぽいものが2つぐらい、なよくわからないものが2つぐらい、あとイラスト屋ってランダムに表示するっていうのがあるんですよね。それでランダムに表示したのをもう1個ずつ封入いたしました。あ、なるほど、なるほどね。だから、はい、わけわからんやつ4つと1個はもうなんかランダム、ランダムでございます。なるほど、ね、はい、ということで、はい、こちらに用意しました。悪夢の死者パック、インドラのイカ寿司パック、深き森の異形パック。あー、俺インドアかな。深き森、スーのどれがいい？いや、まあ僕、まあ、なんでもいいっすよ、割と。ではまず、花尾さんのパック、内容はこちら。てれん。あー、うわー、でも、これポケモンで見たことある、このクモみたいな鳥。いや、でもこれ左下の脳みそのやつとか、これ上のノック、なんなんこれ、このこれでも人結構出てきてない？そうですね、結構これはランダムのやつが人だったんで、ちょっとラッキーみたいな感じですかね。へえ。ということで、では次、電眼さんのパック見ていこうと思います。電眼さんのパックはこちら。やば、おうわ、なんか、いや、何これ、何これ、キモ。いや、でもさ、この右のやつ、これ何これ、いいわ。何これ、右の。では次にスン君のパック見ていこうと思います。スン君のパックはこちら。あー、でも、うわー、うわー、これ真ん中の癖強っ。なにこれ、これでも難しいんじゃない、スンのやつ。むず、でもまあ3発のセットなってるもんな、でもこれ、うん、後ろと。これめっちゃ難しくない、この企画作る側。これはなかなか想像力いるね。ということですね、まあ、今回やっぱこんだけ難しくて、その上罰ゲームもあったんじゃちょっとかわいそうかなと思ったんで、今回賞品を用意しました。それがもう、それが嬉しい、もう早く来たい。もう優勝者にはですね、なんとイラスト屋のラインスタンプ贈呈しまーす。イラスト屋とラインスタンプ、まあまあ使わせていただいてる側なんで、僕らもイラスト屋さんの、まあ、まあそうですね、それはそう。はい、ということで、メキとパセボウィスシリリアンコントロール。結果だー、よーぽい。あれから月日が流れましたね。月日、あれから制作期間がなんと1週間というね。今回のルールをおさらいしときますとですね、もちろんこの5つの素材は全部使ってもらえます。これ以外のイラスト屋の素材は使ってはいけません。背景とか、まあ、YouTuber さんの人の顔とか、そういうのは OK ということにします。テロップとか、そういうのは入れても OK ということになっております。用法用量を守って楽しくイラスト屋生活を送りましょう。はい、はい、わかりました。じゃあ、スン君の作品見たいと思います。はい、いっせーので、ポチ。ようこそ我が闇の研究室へ。象徴の日の前だ。あそこにいるウルトラマンみたいなやつも、あそこにいる頭のないゾウも、全部わしの発明品じゃ。教授、このアンドロイド本当に動くんですか？心配するな、それは上半身だけでも動く優れものじゃ。それはそうと女子、わしはチーと髪を切ってくるぞ。三冠ゾウを使うから、ちゃんと外に出しといてくれ。何回ですか？滑舌が、滑舌が、何言ってか分からない、何言ってか分からない。自分の発明品で生きるのは、研究者冥利につけるの。あ、いいな、いいな、これでも、この映像いいな、これかわいい、かわいい。電話出ないの。まあ、一旦いいか。すいません、適当な長さにカットしてください。え、すげえ、これでも、あれはわしの改造生物、まさかここに来て反乱を。いや、やめてくれ。どうすればいいんだ。今の場所知ってんもん俺。あ、終わった。なるほどね、あの怪物って感じのね。
正直そこの3つがほぼ怪物枠としてまとめられました。でも編集的には結構まあいろんな工夫点がまああるってことだけは、まあ、確かにあの散髪屋とかあのすごかった。これな、鏡のあれとかちゃんと鏡に映ってる枠と後ろからの枠をちゃんと2回両締めとって、あすごいな、偉い、はい、空のシーン俺結構好きやで普通に。え、だから空のシーン空が綺麗かった。普通に肘だけ切り取って肘がちゃんと前に出て違和感ないようにとかもちゃんと工夫してできた。偉い。はい、じゃあ次に煉瓦さんの、あ、はい、わかりました。では行きますよ。はい、はい、いっせーので、はい、俺の名前はデンタクスジャム太郎、懲役刑が確定した受刑者だ。俺は普段の教師をやっていて悪そう、科目は生物を教えていた。俺の担当生徒は生意気だったがとても優秀だった。はい、みんなこれが重問、町長の重問ね。これがみんな町長の重問。これはね、絶対ガイアン食べて、でんぷんはブドウ糖、タンパク質はアミノ酸になり、町長の重問の盆栽血管で吸収され、脂肪は脂肪酸とグリセリンになり、町長の重問のリンパ管で吸収される。さあ、お前の得意分野やな、覚えたかな。完全に。おい伊沢、おい雪犬、おい伊沢雪犬呼び乗り。前日飲みすぎた俺はそのイライラを、お前らに工場貢献。いやいや、それは関係ない。おいこれ、おいだ、趣旨変わってるやんけ。俺の神社で起訴された。怖っ。これはこの図は怖い。この図は怖い。完全宗教入ってる。親父に教わったんだ。完璧だったね。反省の姿勢を見せずに裁判は終結。マジ宗教やんこれ。判決を行います。主文、被告人を懲役2年に処する。なんと殺人罪にしてはありえないくらい軽い懲役2年。被告人が扱ったチョークはたまたまパニッシャーだったため貫通したものである。パニッシャー。情状酌量が認められる。よって懲役2年を求刑する。裁判官と関数団のパニッシャーに行くと。パニッシャーってこのバイオ4やってるしかわからないもんな。いや、バイオ4しかない。この辺りもしっかり勉強しないとな。なんだよ、こんなペット。お、なんだこいつ。見たことないぞ、この人。お前、こんなペット貼るなら自分可能だよ。知らんわ。だからさ、なんだよな。することねえから、こいつ頼む。めちゃめちゃ大切してるな、お前。を目指して、この化け物と勉強する決意を決めた。一人ユーマに対する対象やろ。この定数は 6.02×10^23 なんだけど、炭素原子が 12g 分集まったという定義を持って初めてこの数字になるっていうことを覚えてね。な、間違えますよ。何まだあった。で俺出所。2年後。出所。透けてる透けてる。これ意味ありげないからって思ってた。よーし、出所だ。今まで、刑務所。あれあれあれ、これなかったんちゃう、お前。あ、背景やからか。急に胃腸が、急に出所したら急に胃腸が、うわっ。出所したら頭から桜生えてきて。いや、最後適当やろ。いや最後は突き焼きばかりぐいやろ。やることありませんでしたか。やばいやろお前。もう省庁の重問の下りが一番やりたくて。いやでもストーリーとしてはすごかったっすね。やっぱ怪しい部分ありましたよね、結構。刑務所ちょっとだけね。刑務所だけはちょっとごめんってなった、正直。これ一応背景でどうしても使わせてってなって。最後の桜おじさん絶対マイナスポイントやろ。最後だけちょっと。いや桜という何トンもあるものを背負って生きていかなければならないって背景があるわけ。あのおじさん、いやいや、後付けやん。いや、後付けじゃない。そう。はい、では次に花尾さんのあれを見ていきたいと思います。はい、はい、せーので、未来未来あるところにマッドサイエンティストの松戸紗友子が実験中に偶然 D ウイルスを開発してしまいました。それは瞬く間に広がり、人々はゾンビと化してしまいました。なるほど。自らの罪に嘆いた紗友子は自身の体にウイルスを投与し、蚊と鳥の生物兵器である香取神吾を生み出した。ゾンビの親玉である D を倒しなさい。
そうすれば世界は平和になるわ。これを持ってきなさい。何これピン。簡易式の洗脳チップとウイルス規制を結果的に偽装してあるわ。あるゲームやりすぎよ。あるゲーム。タピン。私はもうちょっとしましろのトリッピー入ってる。最高。しっかりするピン。ジングは秒で家を後にして出始めに出会って2秒の男女に洗脳チップを麻酔銃の容量で放ちました。うん。二人はジンゴの仲間になりました。嘘や。三人は氷袋で登場して早くもラストダンジョンにたどり着きました。すげえ。クソゲーやこれ。もうラストダンジョン。私の真の姿を見て恐怖するがいい。なんとボスの正体は洗脳された伝言だったのです。イエーイ。うわ。いや早すぎる。いやちょっと待って、何でヘッドショットしたんだお前。まあしかしこれ式ではまだだ、まだ終わらんぞ。なんと第二形態のヨッシーが現れました。いやこれ天才やなマジで。なんと仲間 B は一瞬で食べられてしまいました。これ天才や。これを使いたいのにどうすればいい。 P これすごいなマジで。ゴニョゴニョ。なるほど。でもそれなら僕の命が。まあ仕方ねえよこの事態じゃ。お前も命くらいかけろ。ジンゴはいつの間にか奴隷仲間の言うことを奴隷のように聞いていました。ジンゴカチョン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 テッテレー。ジンゴは自らの獅子を切り離し胴体だけとなりました。怖いわ。僕の命君に預けるっぴ。任せるよ。なんとジンゴはマリカーの加速する床になってしまいました。おりゃカメ A は勢いよく加速床に飛び込み、そのままヨッシーの口へ。バカね、自分から飛び込みやがる。これすごいわ。まずい。うぎゃー。ヨッシーは結成のまずさに驚愕してそのまま吹っ飛んでしまいました。これが後のヨッシーアイランドである。いやこれ天才やなマジで。これ天才。これ天才ですね。いやすごいな。持て余すことなく使ったと思いますけどね。いやすごいわ。これはすごいと思う。雑魚すぎて負けてるの自分。マリカの床もすごい。なんか分解してても使えるとこは使ったのっていう、ちょっとどこに目つけてんのって感じでしたもん。家族というかどうしてもやりたすぎてな、もう見た時にこれは絶対やりたいってなって。はい、ということで私が最も素晴らしい作品を作ったと思う方を言わせていただきます。はい、優勝は花尾。ありがとうございます。ありがとうございます。一応5点満点っていう基準だったんですよ僕の中で。1個うまく使えてたら、まあ、1点みたいな感じで、はい、花尾さんだけ8点ぐらい取ってるんですよね。